皆さんこんにちは、岩田まわりです。イエーイ。はい、ってことで本日もですね、私糸田町を勝手に応援したいということでね、前回に引き続きやっていきたいと思っているんですけれども、前は田切さんですね、和太鼓。田切さんでしたね。はい、いろいろお話を伺いしまして。いやいや、まあ、田切さんの、上田美希さんね、リーダーのね。いや、夏木さんね。夏木さんじゃない、上田さん。ちゃうか。夏木さんじゃない。上田さんね、いろいろお話伺って。ね、なかなかでもそんなにあんな、まあ、小さな町でね、あんだけ情熱的に活動されてるっていう、ね。そうですよね、超素敵な皆様でしたけれども。そろそろ岩ちゃんも分かってきました、岩田町のこと。いや、まだです、ね。あ、岩田町だ。岩田町。岩田町。すいません。分かってきました。いや、ちょっとね、正直まだつかめてはないです。 どんなイメージですか。前回聞いたお話だと、うん、まあ、その、人が温かいとか、言ってました。あとその、あの和太鼓のね、たぎりがあるだとか、すごい素敵だなと思って。コンビニがないとか、あ、言ってましたね。そうね、コンビニないんですね。ね、コンビニのない生活をまだしたことがないので、そらそうね、ちょっとね、その辺もちょっとどうなのかなと思いますけど、うんうん、でもやっぱちょっといいなか、まあ、言ってまあ、ディスってる。ディスってる。全然ディスってないけ ど、まあ、だから そこが素敵、のどかな感じ。そうだね、っていう感じしかないです、まだ正直ね。いやね、まだね、糸田町にはほんまにいろんなところがあるんですよ。うんうん、ちょっと聞かせてください、私。ちゃんと聞かせましょう。うん、今日はね、はい、糸田町地域おこし協力隊というね、ほうまあ、これだけ聞いて何してるんやろっていうのもあるんですけど、そうですね。その地域おこし協力隊のね、松本龍生さんとオンラインで繋がってるんでね。今日ですか。今日も繋がってます。あらまあ、松本さんに話聞いてました。松本さん。こんにちは。松本さん、これまっ、これまた今日もまた糸田町のどかですね。今日もあの平和でのどかです。うん、すごい。あの何の音も聞こえませんけど大丈夫ですか、糸田町。本当に。大丈夫です。これ、うん、これ松本さんなんか合成してるみたいな画面になってますけど、うん、大丈夫ですかこれ。もう何もせずこのまま後ろこのままです。動いてるものが何もないですよね、後ろで。松本さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ岩ちゃん、ちょっと松本さんにいろいろ聞いていきましょう。はい、そうですね、うん、糸田町地域おこし協力隊という、うん、あのお話だったんですが、そもそもこれは どういうことですかね。地域おこし協力隊っていうですね、はいはいはい、まあ、国の制度なんですけど、はい、町おこし、地方創生を目的として町の外から人をですね、呼んで、うんうん、3年間の間でいろんな町おこしの活動を、しましょうという仕事の一つになります。ほう、3年間期間限定なんですね。あ、そうなんですよ、3年間限定で、もう長くても最大3年間しかいけないんですよね。そうなんだ。あ、で松本さんたちのチームがその糸田町のなんかいろんないいとこだったりするのを、まあ、いろんなメディアを使って、うん、はい、発信していってるっていうことですよね。そうです、そうです。もうなるほど、なるほど。え、松本さんって糸田町の人なんですか。あ、いや、もう縁もゆかりもないですね。その縁もゆかりもないんですね。はっきりね、はい、だそうか、なるほど。え、そ、うん、今糸田町に住まれてるんですか、実際に。あ、はい、もう、まあ、もう1年経ちました。それはどうして糸田町にまた住むことに、それはその活動するためとかですかね。そうです、たまたま町おこしの仕事がしたくて、はい、その募集を見てたらですね、はい、もっと面白い町あんなと思って、おお、あ、糸田町しかないなと思って、糸田町に、ちょっとね、その面白い松本さん、面白い町って思ったら、なんかこう、あれは何かあったんですか、糸田町。確かに。当時ですね、爆破を使ったイベントをしてたんですよ。体育館をですね、爆破させて。体育館爆破したんですか。いやいやいや、大丈夫。大丈夫なやつですか、それは。この間のパトカー、西部警察のイメージなんですけど。まあ、岩ちゃん分からへん。ドカンドカンになって、なんかパトカーで、なんか、走っていくみたいな。へぇー。そうですね、ちょっとなんかいろんなイベントしてて、あ、糸田町だったら、なんか面白いことできそうだなと。なるほど。それで糸田町で決めたということなんですね。あ、そうです、もう、はい。え、なんか、糸田町の、
です。松本さんが住まわれてるところも、岩ちゃん大丈夫ですか？岩ちゃん大丈夫ですか？ちょっと話まとめてから聞いてもらって。違うんですよ。ちょっとまだ私掴めてないんですよ。掴めてない。ちゃんと聞いとこうよ。そう。で、一個聞きたいのが、はい。全然ディスじゃないですけどね。ディスじゃなく聞いていただきたいんですけれども、ディスじゃない。うん。糸田には、このような感じのところしかないんですか？ちゃんと聞こうか。このようなっていうのはどういうこと？違う。本当ごめんなさい。私の言葉がちょっと悪かったですけども、田んぼとか木々とか道もありますよ、はい。木々があって。木もありますわ。はい。の感じですか？もう、そうですね。どこに行っても、この景色になりますね。じゃあ、松本さんが住んでるところの周りも、このような感じで。あ、もう、周り、田んぼです。あ、まあ。それが聞きたかっただけでごめんなさいね、こんなの話しとも。いやいや、もう全然。田んぼあるっていうことですよね。そうですよね。はい、もう、のどかな自然が。でも、やっぱあれでしょ、そこでやっぱ1年間住んでらっしゃるわけで。あ、はいはい。ね、なんかこう住んでみてどうです？糸田町、うん、聞きたい。この時期ですね、思ってた10倍ぐらいは住みやすいです。住みやすい、はい、意外。たまったら補足があるんですけど、車さえあればっていうだけなんで。あ、まあね、確かに移動手段がね、移動手段がそうですね、電車も走ってないですしね。本当に糸田には正直言って何もないんですよ。パンパンする状態で、買い物もですね、歩いて行ける距離にはないので。あ、そうなんだ。ただ周りというか、ちょっと国道の方に出たら、はい、隣が田川市っていう、ちょっと大きい炭鉱で有名な町ですね。ああ、そうです、はいはい。なので、ちょっと車で5分ずつ走らせたら、24時間空いてるチェーン店がたくさんあるので、はい、もう買い物にも食べ物にも困らず、あー、なるほど、快適に。ほうほうほう、車さえあれば全然便利。そうですね、松本さん、聞いていいですかね、松本さんっておいくつでしたっけ？今23になります。23歳。え、同い年ぐらい？97年ですか？あ、97年生まれ。あー、1個下です。1個下、岩ちゃんの方が1個下や。大人っぽ。なるほど、失礼いたしました、本当に。これでもね、松尾さんにしても岩ちゃんにしてもそうなんですけど、やっぱ遊びに行きたかったりするじゃないですか。遊びたい時期、やっぱりこうね、なんかほら、服買いたいなとか、はいはいはい、夜は友達と飲みに行きたいなとか。あるある、あるじゃないですか。あるある。これ松尾さん、そういうところはないですもんね。あります。あ、あるんや。で、またこれが糸田のいいところでもあるんですけど、もうこれは車で1時間ぐらい走らせたら、博多に行ってるんですよ。1時間？1時間、1時間で博多、はい、結構かかりますね。ほんで、お酒飲めないじゃないですか、1時間車やったら。まあ、車やったらね。確かにね、その時はちょっと止めてもらってとか。ああ、そうか。でも松本さん、あれですよね、そういう、何言いたりしたんですか？ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、どうぞ。そういう中でもやっぱり糸田町がいいと思えるっていうのは、これやっぱり何なんですかね。そうですね、まあ多分滝木さんもおっしゃってたと思うんですけど、結構近所付き合いですね、すごくありまして、僕はいろんな地域の方とお話とかするんですけど、いろんなところで食べ物もらえるんですよね。あ、もら食べ物もらえる、もうなかなかないですもんね、この令和の時代でも。ないですよね、なんか食べ物あげるよっていうのも。だからなんか本当に晩ご飯今日何しようとか困ることがなくて。あ、そうか、みんな食材くれるから。くれるからですね。なんなら本当に総菜とかいただけるので、本当に。まあね、なんか孫のように可愛がってるじゃないですか。なるほど。東京で暮らしてたらな、分からない。いや、そうですよね。この協力隊の活動内容などちょっと詳しくお伺いしたいです。聞きたいんですけども、今僕がちょっと取り組もうとしているのが、
戸田町の特産品を開発しようと思ってます。おお、特産品の開発。はい、うん、あの戸田町には何か特産品って今言えるものはあるんですか。うんうん、そうですね、あのすっぽん、ご存知ですか。いや、わかりますよ、すっぽん。わかりますよ、あの亀みたいなやつですね。そうですね、亀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 。そのすっぽん養殖場が、あのこの8平方キロメートルの狭い糸田町に、なんその2軒あるんですよね。まあ、糸田町のすっぽんを使って、うん、それあるじゃないですか、エキチとか、うん、スープとか、その、うん、だしとかを使って、あのすっぽんエキスをですね、あのちょっと使ったあのなんか料理というか、まあ、考えてるのが炊き込みご飯の素ですね。あー、すっぽんのだしの効いた、なんかこう、はい、あれですか。です、ええ、もうよく食べてるんですか、すっぽんは。そうです、あ、まあ、まあまあ、はい、食べます。え、美味しいんですか、すっぽんって。この時期に苦手ですね。すっぽんってどんな味すんのかも私食べたことないからわからないですけど、なんか普通に考えるとね、やっぱり需要競争みたいなね。確かにね、そうですよね、そういう感じですけどね。そうなんや。でも炊き込みご飯とか聞いたらめっちゃ美味しそうですけどね。だしが効いてそうですね。そういうちょっと変わった特産品を作ろうかなと今考えてもらえる。え、そういう特産品をなんかこう作る活動も、地域おこし協力隊の一つでもあるわけですね。あ、そうです、そうです。もうあの糸田町をもう PR することがあの、うん、目的なので、なるほど。もうどんな方法でも。はい、まあ、心なしかすっぽん食べてるからちょっと肌ツヤいいですもんね。いや、思いました。本当ですか。マスクからこのチラ見するね、肌がね、ツヤがありました。松本さん、せっかくやからちょっと一回マスク外してもらっていいですか。あ、はい。男前やん、男前やんか。よく言われます。よく言われるんかい。結構年上にモテるタイプですよね。すごいですね、僕が年上タイプっていうのもあるんですけど。ちゃんと答えんのかい。ナイス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 、いいこと聞けた。ちゃんと答えんのかい。ありがとうございます。すいません。え、松本さん、これ